ムバーラクビン・サバーハーイコール・サバーハーは、クウェートの主張で、サバーハ家の第七代目当主。クウェートを、オスマン帝国の一州の一部からイギリス保護下の国家に押し上げ、大主張の称号を得る。ムバラク一世、ムバラク大王とも。兄との不和が理由で、インドのボンベイに移住していたが、1896年初め頃に、インドのボンベイからクウェートに戻る。 兄で犬猿の中であったムハンマドは警戒して、宮廷にムバーラクを入らせずに、ムバーラクはクウェート市内で生活をする。当時の市民はムバーラクに同情したという。兄に公衆の面前で侮辱されたのを機会に、同年5月17日、クーデターを起こしてムハンマドともう一人の兄、ジャンラー派を殺害して首長に就任した。1897年に創始国であった、 オスマン帝国は、クウェートの突然の散脱者ムバーラクに対し、創始検査確認の声明を出し、アルハサ地区の軍備を強化の上で、バスラの兵力を増強した。1898年にトルコは、クウェート侵攻を行おうとしたが、イギリスの抗議で取りやめることになった。そして、インド総督、カーゾン京都1899年1月23日に、 イギリスとの間の保護条約を結ぶ。1899年、ドイツがトルコから爆弾と鉄道の敷設権を得る。この鉄道の終点はクウェートであったことから、1900年にイスタンブール駐在のドイツ総領事シュテムリッヒがクウェートを訪問し、鉄道建設計画の同意をムバーラクに求めるが、ムバーラクはこれを拒否した。これより、 前の1897年12月、ジャバル・シャンマル王国のラシード家中高の祖と言われた、ムハンマドイブン・アブドゥッターが死去し、その甥いのアブドゥル・アズイーズ・イブン・ムトブイが、ラシード家の当主となる。これを後期と見て、1901年、当時クウェートに亡命していたサウード家や中央、アラビアやメソポタミアの部族らと連合して、ラシード家とサリフ村で対決するが大敗する。これにより、 ラシード家は、クウェート湾の一番奥にある、ジャハラ村まで進軍するが、イギリスからのラシード軍の即時退去要求により、難を逃れる。なお、1902年、サウード家のアブドゥルアズイーズイブンサウードが、リアド奪還に成功する。しかし、次第にアブドゥルアズイーズの勢力が拡大してくると、これに危機感を抱くようになる。1903年、インド総督カーゾン教が、 クウェート訪問。翌年から、イギリス政府の代表として、政務官を駐在させ、ブーシール政務監督官の管轄下となる。1913年10月27日、インド総督に、ムバーラクをはじめ、サバー派家の方では1913年当時から、油田の兆候に気づいていたらしく、手紙の中で、ブルガンに見られるちゃんについて触れている。ムバーラク公居後に、 ウルガン油田が発見される。1905年にはクウェート市南方のハワリで水量豊富な井戸が発見され、水供給が確保されたために、ムバーラクの晩年にはこれまで2万人以下であった、人口が3万5千人に増大する。また1912年にはクウェート最初の学校、ムバーラキーヤを設立する。1914年、第一次世界大戦が起こる。 サウード家の当主になり、中央アラビアでの派遣を確立していた、アブドゥルアジーズイブンサウードより、トルコ側に着くか、イギリス側に着くかの相談を持ちかけられる。同年、イギリスとバスラ上陸作戦に合わせて決起し、クウェート軍がバスラ周辺を制圧し、イギリス上陸の援護をし、その代償に、イギリスがクウェートのトルコとの断交及びイギリス保護下での自立を承認する約束をする。 1915年、イブンサウードのアジマン族討伐に援軍として、次男サリームを向かわせたが、密かにアジマン族が負けそうになったら、裏切るように指示。後に、これがイブンサウードの知るところになって、クウェートがサウード軍の侵攻を受けそうになった矢先に病死。ムバーラク皇居の方が伝わると、サウード軍は退却した。王位は、長男ジャービル二世が継承。 戦術の通り、当時主張で、オスマン帝国寄りのイボアニのムハンマドとの仲が悪く、そのうさばらしの宝刀の末、父から与えられた財産を使い切った後、母の形見の宝石を叩き打って、クウェートを去り、インドのボンベイに移る。この地でイギリスと関係を持ち、その援助で生活をする。その援助で、相変わらず、博地にのめり込んでいたが、ある人が、 金の出所について聞くと、ムバーラクは、アッラーは、偉大なり、その寛大さは無限であるとつつましく答えて、とぼけるのが常であった。クウェートに戻ってきた当時リアドのサウード家が、ラシード家のムハンマドイブンアブドゥラーに追われて、クウェートにいたが、サウード家当主の産男、アブドゥルアジーズイブンサウードの才能に目をつけ、彼に教育を施し、後に秘書としたという。また、ムバラクは、 サウード家に好意的であったという。しかしながら、リヤドダッカンが成功して、以降、次第に、アブドゥルアズイーズイブンサウードの勢力拡大を警戒するようになる。なお電気によっては、この関係の変化を、ムバーラクがアブドゥルアジーズの成功に嫉妬したためとするものもある。ムバーラクは、中央アラビアの覇者になっていたらシード家にとって変わる、ことを無双していたという。 しかし、サウード家や中央、アラビアやメソポタミアの部族らと連合して、ラシード家と対決するが大敗すると、中央アラビアの覇者になることを諦めた。その後、弟分のアブドゥルアズイーズイブンサウードがリーヤドを奪回し、中央アラビアの覇者となっていく。これにより、ムバーラクは、アブドゥルアズイーズイブンサウードやトルコから、クウェートの自治を守るために、 イギリスの保護の元オスマン帝国及び、ラシード家やサウード家との綱渡り外交に終始することとなる。ジャービル2世、サーリム首長。ありがとうございます。